はい、コンプリートコントロールの解説入っていきたいと思います。今回はですね、この製品の主要機能としまして、ライトガイドとクリアビュー、この2つを紹介したいと思います。今後ですね、解説を進めていく中でもですね、非常に重要な機能となっていますので、詳しく見ていきたいと思います。まずですね、今ドラムパート割り当てられていませんので、こちらを呼び出してみましょう。今回ポリプレックスを使っていきたいので、この中からポリプレックスを選択するといった形ですね。前回ですね、このあたりやっていますので、問題ないかと思います。ですね、このあたりいいかもしれません。そして今これ呼び出した時にですね、鍵盤の方を注目していただきたいんですけども、鍵盤の上にですね、色がつきましたよね。これがライトガイドというもので、今実際ポリプレックス、ブルーがですね、キック、そしてグリーンがスネアとなっていまして、これらが完全連動しています。で、この赤部分はですね、キースイッチになっていまして、パターンを切り替えることができる。このあたりもですね、表示されるようになっていると。それではですね、実際にドラムを演奏させてみたいと思います。こんな感じですね。今演奏されているキットがですね、強く光ってその演奏内容を提示してくれるといった形となっています。これも非常に嬉しい機能ですね。例えばこれバッテリーですね。バッテリーに関してもこのセルの色とこのライトガイド完全連動しています。またですね、例えばこのキック、一番左側のキックなんですけども、これのですね、色を変えたと、例えばイエローにしてみましょうか。そうするとですね、ライトガイドの方も即座に切り替わってくれると。このあたりの連動性も素晴らしいものになっていると思います。またですね、最近の製品においてキースイッチですね、このあたりもすぐに把握することができますので、簡単に双方切り替えることができるといった形です。またですね、このライトガイド自体が反応していないという方にお試しいただきたいのが、この上のですね、逆三角形ですね、クリックしていただきまして、この中のエディット、プリファレンスを進んでください。この中のハードウェアですね、選択します。ここにですね、ライトガイドとありまして、このチェックがですね、外れている時に関してはライトガイド無効になってしまいますので、ここを点灯させるというところを確認していただければと思います。そして次に紹介しておきたいのがオクターブですね。このオクターブ切り替え、こちら左側から行うんですけども、通常のですね、MIDI キーボードと同様になっていますので、ここは迷わず使用できるかと思います。左側でオクターブマイナス、そして右側でオクターブプラスになります。ライトガイドがついているとこう色が変わってきますので、非常にわかりやすいですね。ここでちょっと注目していただきたいのが、今ですね、左側ですね、オクターブマイナスがですね、点灯しています。これどういうことかと言いますと、デフォルトの状態よりマイナス側に偏っているということになります。ですので、これをデフォルトの状態に戻したい場合は、このプラスを押してですね、デフォルトの状態とすぐに把握することができます。こんな感じですね。そしてですね、先ほどのポリプレックスに戻りまして、例えばなんですけど、もうちょっとこのキックを微調整したいとか、よくあります。このコンプリートコントロールはですね、初期状態、このように簡易表示されていますので、このあたりをですね、拡張する必要があると。この方法も非常に簡単で、このプラスボタンですね、押していただくと、こんな感じで製品と同様の操作を行うことができます。またこれはですね、この部分からビューというところでも切り替えることができます。このデフォルトと書いてあるものが簡易表示。このアディショナルと書いてあるものがですね、このプラスを押した時に表示されるもの。そして一番下のですね、エディットというものなんですけども、これはですね、リアクターとコンタクト。この2つだけに適用することができまして、この左側ですね、さらにですね、詳細を詰めることができるという仕組みになっております。今はアディショナルで十分ですので、こちらプラスボタンを押して切り替えます。ここまで来ればあとは編集するだけということです。そしてですね、次に見ていただきたいのがクリアビューディスプレイというものですね。前回選択しましたこのリフですね。になっているんですけども、もう少しですね、音に動きをつけたいと思います。まずですね、コンプリートコントロール開きます。で、これ注目していただきたいのが、まだですね、これを開いても、この鍵盤の方はポリプレックスを認識してしまっていますので、この切り替えはこちら、上の鍵盤をクリックすると。このようにですね、音源の切り替えができます。そしてここがすごいところなんですけども、これらプリセットを呼び出した時に、自動でですね、これらの部位に対して主要なですね、パラメータが割り当てられているといったことです。それでは今、ループしましたので、いじってみますね。こんな感じです。かなり直感的にサウンドを詰めることができるというものです。そして注目していただきたいのが、これ左2つのボタンですね。ちょっと映りは小さくなってしまうかもしれませんが、今右がですね、点灯していて、左が消灯していると。前回やったんですけども、消灯している時は押しても何も起きないということですので、右を押します。そうするとですね、今19分の2と書いてありまして、これどういうことかと言いますと、このパラメータがですね、こう押すたびに次々に変わっていきまして、これが19ページありますということです。ですので最初のページだけではなくですね、あらゆるパラメータに簡単にアクセスすることができると。もちろんこれを動かせばそのサウンドが変わるということになっております。それでは3ページ目のリリースなんかをいじってみましょうか。曲の中で上げていくと、最初例えば短くて、そして徐々に
こういう効果も非常に面白いかもしれませんね。そしてですね、ここで注目していただきたいのがこのつまみ、タッチセンシティブに対応しています。最初はですね、このように項目が表示されていると、少しでもこういうふうに触ると数字になってですね、今の値を示唆してくれる。例えばこう何をいじりたいか透明で確認しておいて動かす、それ実際の値が見れますので、今だいたいこのぐらいの位置をですね操作しているんだなということがすぐにわかります。それでは実際これを使いながらですね、 DAO の方に記録していきましょう。このあたりも非常に便利にできていまして、 DAO 側でもオートメーションを入れてしまい、そして再生しながら動かせば全てが記録されます。一度行ってみましょう。こういった形ですね。これですね、やはり一回触ってしまうとどんどん凝りたくなるんですけども、いろいろとですね触って新しいサウンドを追求していただければと思います。次回はですね、これも画期的です。スケール機能といってですね、鍵盤が弾けない方でもですね簡単に演奏ができてしまう、このあたりの機能を解説していきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。